際飛行の状況をお楽しみください。なお、ブルーインパルスは飛行機の水域気象離陸し、現在会場へ向かっております。本日は女神大橋方向を会場正面として、会場正面から、会場右手から、会場左手からというようにナレーターの私が進入方向をアナウンスいたしますので、そちらをご覧ください。ここでブルーインパルスについて簡単に説明させていただきます。ブルーインパルスは航空自衛隊第11飛行隊に与えられた名称です。日本で唯一のアクロバット飛行を専門とするブルーインパルスは1960年昭和35年に静岡県浜松基地に創設されました。その後1978年にホームベースを宮城県松島基地に移し、現在に至ります。1964年の東京オリンピック開会式を皮切りに、1998年長野オリンピック開会式、また全国各地の航空祭やイベントで展示飛行を行い、その雄姿を日本国内外に披露してきました。また最近では2019年ラグビーワールドカップ開会式での飛行、2020年3月には東京オリンピック聖火到着式での飛行、2020年5月には東京での医療従事者等への感謝飛行、そして2021年7月と8月には東京オリンピック・パラリンピックにおいて飛行を行いました。それでは本日展示飛行を行えるパイロットを紹介します。1番機フライトリーダー佐藤久佐平川徹、航空学生54機福岡県出身。2番機レフトウィング伊藤クイーン東島康介、防衛大学校57期福岡県出身。3番機ライトウィング伊藤クイーン鬼塚隆春、航空学生65期福岡県出身。4番機スロット伊藤クイーン弟子は隆、航空学生64期福岡県出身。5番機リードプロ伊藤クイーン江口健、航空学生59期福岡県出身。6番機オポージングソロ伊藤クイーン真鍋成田が、航空学生63期福岡県出身。以上6名のパイロットが本日の展示飛行を行います。続いて本日後席に登場するパイロットを紹介します。1番機後席佐藤久佐川島亮介、航空学生55期北海道出身。5番機後席伊藤クイーン藤井正勝、航空学生60期山口県出身。6番機後席伊藤クイーン加藤武也、航空学生65期岐阜県出身。以上3名のパイロットが本日後席に登場します。なお本日のナレーションは宮崎県出身伊藤クイーン倉本文也がお送りいたします。それでは展示飛行開始までの間、今しばらくお待ちください。申し上げます。現在会場上空に一部悪天候が存在するため、貨物等を一部変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。
ご来場の皆様に申し上げます。現在会場上空に悪天候機が存在するため、まずはじめに5番機による変更データと行います。変更次第では科目を一部変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。お待たせいたしました。ただいまより5番機による変更データと開始いたします。これからしばらくの間、美しい連帯飛行の妙手とスノーキレーティーが描かれる高速的な美しさをお楽しみください。6機の朝方体験と共に展示飛行における基本の体験です。各航空機の翼はそれぞれ約1メートルずつ重なっており、一辺が約40メートルの雄大な三角形を形作っています。
ブルーインパルスの展示飛行が始まりました。次はポイントスターと呼ばれる体型です。この体型は4番機を中心に他の武器がそれぞれ推しの頂点を形作ります。
ご覧ください。ロッキーが美しい十字架を形取り会場に侵入してまいります。それでは再侵入するまでの間、皆様にブルーインパルスのことを知っていただくために、ブルーインパルスの魔目についてお話ししたいと思います。ご存知の方もおられると思いますが、ブルーインパルスには天候に応じて第1区分から第4区分と呼ばれる4つの確率のパターンと、さまざまな体系を組んで天体飛行の美しさを見せる第5区分と呼ばれる降下飛行のパターンがあります。本日のような滑走路のない海上上空を飛行する場合は、特技飛行が制限されるため、降下飛行と水平系の科目を組み合わせた天体連携機能と呼ばれるこのパターンを実施します。航空隊とは一味違ったフライトを実施しておりますので、ぜひお楽しみください。以上、ブルーインパルスの科目について説明を終わります。次はスワンと呼ばれる体型をご覧に入れましょう。スワンとは白鳥のことですが、ロッキーの T4 が1羽の巨大な白鳥をかたどった体型で侵入してまいります。会場正面方向をご覧ください。1番機、4番機が白鳥の長い首を、2番機、5番機が左の翼を、3番機、6番機が右の翼をそれぞれかたどっているのがお分かりいただけますでしょうか。
次がいよいよ最後の科目となりました。次は3と呼ばれる体型をご覧いただきます。この体型は6機の T4 が大きな木の形を作っています。着陸灯を点灯させて会場の正面より侵入してまいります。
ブルーインパルスのロッキア、これから福岡県聖域基地へ帰投します。それでは本日の現地飛行を行ったパイロットをもう一度紹介します。一番機フライトリーダー担当センター平川徹、投擲担当センター川島亮介、二番機レフトウィング伝統クイーン東島康介、3番機ライトウィング伝統クイーン堀塚貴晴、4番機スロット伝統クイーン手島隆、5番機リードソロ伝統クイーン江口健、投擲伝統クイーン藤井正和、6番機オポージングソロ伝統クイーン真鍋成隆、投擲伝統クイーン加藤武也、以上9名のパイロットが本日天気飛行を行いました。続いて本日の天気飛行を現地から支えたメンバーを紹介いたします。地上統制官草加山頂担当空佐林光一郎、大分県出身、広報官熱戦警備員担当空佐大阪隼人、北海道出身、同じく担当空佐近藤聡、佐賀県出身、総員担当空佐安原喜悠、大阪府出身、通信員伊藤空佐江本晃平、大分県出身、同じく伊藤空佐尾形貴文、熊本県出身、輸送員三等空曹穴見遥か、岐阜県出身、気象員二等空曹工藤隆、宮崎県出身、三等空曹鳥山博隆、愛知県出身、同じく三等空曹浜崎哲也、長崎県向井橋式見町出身、以上11名のメンバーが本日天地飛行を現地から支えました。これでブルーインパルスの天地飛行を終了します。私たちブルーインパルスは今後も皆様に親しまれるチームを目指し、より技を磨いてまいります。今後とも皆様の自衛隊へのご理解、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いできる日を楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました。整理券をお持ちの方と限らせていただきます。ご了承ください。朝から整理
整理券を配布させていただきました。30組限定とさせていただきます。